映画ニスト市川博隆の映画宣言。今回はシャーリーズ・セロン。僕が20年近く思い続けている女優です。彼女の魅力は何といってもこの美貌。最初の頃僕はなんて綺麗な人がいるんだろうとときめきました。昔の映画ファンは昔の女優さんが綺麗だとよく言います。ビビアン・リー、カトリーヌ・ドヌーグ、エリザベス・テイラー、イングリッド・バーグマン、確かに皆さん完璧に美しい。でもこのシャーリーズ・セロンも引けを取りません。彼女は最初の頃あまりパッとしませんでした。キアヌ・リーブスの妻を演じたり、ジョニー・デップの相手役、なんかこう添え物的な存在だったんですね。決してメインではなかった。ところが2003年に運命的な役と出会います。それがこの映画モンスター。実在する元娼婦の連続殺人犯を演じています。彼女は13キロ増量し、その美貌を封印します。そしてアカデミー賞の主演女優賞を受賞。彼女にはどうしてもこの役を演じたい理由がありました。それは暗い過去が影響しています。彼女の父親はアルコール依存症でした。家庭内暴力を繰り返し、セロンが15歳の時についに銃を発砲します。娘が殺されると感じた母親は父親をその場で射殺。それは正当防衛が認められるんですが、彼女にとっては衝撃的な出来事でした。ハリウッド女優の裏にはそういった暗い過去が隠されていたんです。彼女はこのモンスター以降演技がガラリと変わります。逆境からただ一人立ち上がる鉱山の女を演じたスタンドアップ、軍隊を抜け出した息子の行方を探す父親を手伝う女刑事を演じた告発の時、自分の娘が2歳の時に離れ離れになってしまう暗い過去を持つ女を演じたあの日欲望の大地で、アルコールに溺れるゴーストライターを演じたヤングアダルト。彼女はモンスター以降もコメディなんかもたくさんやっていますが、こういったシリアスな演技でも面白い演技をどん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 見せるようになっていったんですね。美貌だけではなく暗い過去をも武器にした僕の大好きな女優シャーリーズ・セロンを今回は紹介しました。ではまた。